人なら誰でも知っている国歌、君が代ですが、その真の意味については、ほとんど知らされていない。確かに、日本の国歌は君が代ですが、君が代は、千代に、八千代に、さざれ石の岩尾となりて、苔の娘まで以上の歌詞ならよくご存知かも。しかし、この歌の意味を説明しろと言われたら、実は正確には答えられないのですが、海外では大注目でした。では、どうぞ。今回は、日本の国歌、君が代を取り上げたブラジルのサイトの投稿から。映像では、君が代とともに、日本の文化、伝統、自然、建築物、テクノロジー、皇室、近代的な街並みなど、伝統とモダンが共存する日本の姿が紹介されています。親日国ブラジルということもあり、コメント欄やシェアページには、君が代、そして、日本に対するポジティブな意見が殺到していました。その一部をご紹介しますので、ご覧ください。海外の反応。この国歌は美しいだけじゃなくて、日本のイメージにぴったりだ。ブラジルの国歌を聴くときもそうだけど、日本の国歌を聴くといつも涙が出てくる。日本のような国は他にない。日本の存在を人類として誇りに思う。戦う必要がある場合には勇敢に戦い、平和な時にはハッピーに日々を送る。世界に日本があってよかったよ。日本の魅力が詰まってる素晴らしい映像だった。日本という国も日本の国歌も本当に綺麗だし、やっぱり調和を大事にする国なんだなって印象を受けた。私もいつか日本に行って、あの国の魅力と神秘性を目に焼き付けたい。綺麗な曲。静けさと平和への祈りが感じられる。誰が何と言おうと、日本は唯一無二の国。日本には実際に行ったことがあるけど、規律正しい、素晴らしく美しい国だった。私、それ以来に、本当に、日本人に敬意を持ってる。国歌も綺麗だけど、映像がまた美しい。もう、一度だけでも日本に帰りたい。オランダ語。日本の国歌はただただ美しいと思います。曲調はちょっとナショナリスティックだけど、でも、映像は、日本の美しさと力強さが現れてる。ナショナリスティックとは言っても、日本人は外国人が嫌いなわけじゃないし、単純に国家のアイデンティティを守って、団結して平和を守ろうとしてるだけなんだけどね。日本は1500年以上の歴史を持つ国なのに、国家はびっくりするくらい短いよね。ロシア語。映像が素晴らしすぎる。いつか絶対に日本に会いたい。文化は美しく、国民は礼儀正しくて気高くて、知的で、環境への意識が高い。そりゃあ日本に恋しちゃっても仕方ないさ。いつかブラジルも日本のように誇り高い国になってほしい。日本は、戦争で敗れても、太陽のように、再び高く昇った。自分たちの伝統を大事にしているのも、底力の理由の一つだろうと思う。本当に、頑張って、いつか日本みたいな国になろう。日本の国歌は、今回初めて聞いたけど、なんというか、心が満たされていくようだったよ。つまりね、安らかな気分になるんだ。日本で18年間暮らしたことで、僕の故郷は2つになった。あれだけ長い歴史を持つ国なのに、古い伝統と一緒に革新性が同居してるのがすごいよな。日本の国歌は独特だな。単純に好きだし、哲学的な思索にふけるときに聞きたい曲。過去とモダンの絶妙なバランスがたまらん。伝統を残しながら、新しいものを生み出していくんだよあの国は。美しい。その言葉以外何もいらないはずだ。ドイツ語。美しい国に見合った、美しい国家ですね。おごそかな曲調に、近代的な映像とかが混ざってるのに、なんだ違和感を感じさせないのがすごいと思うの。他の惑星の文明を見てるような気分になる。日本。多くの国がアメリカの文化の影響を受けてるけど、日本の文化はそれとは真逆だよね。フランス語。日本の国歌はザ・日本って感じ。日本は
すべてが素晴らしいと思います。だけど、料理だけは、私の口には合わない。見た目は、すごく綺麗だと思うんだけど、なんて綺麗な国家なんだ。狙った感がないのも良い感じ。もちろん、ブラジルの国家に、一番心が震えるけど、日本の国家のミステリアスな曲調にも惹かれる。日本って、国を言葉で説明するのは難しいよね。あの国には、目には見えない神秘的な何かが隠されてる気がする。私は、何があっても、日本のことが大好き。日本に住んで、このアンセムを聴く。私の夢の一つかも。俺たちにとってお手本となる、というか、お手本にしなくちゃいけない国。日本は、何度でも蘇る、本物のフェニックスだ。ピースフルな国家なんだね。その中にも力強さが感じられていい。ブラジル人がみんな日本人みたいな精神性を持てるようになれば、日本みたいな世界の一流国に絶対なれるのに。こんなに美しい国家を僕は他に知らない。日本万歳。前に日本で暮らしてた時、近所の人たちがすごく温かく迎えてくれた。そんな日本のことが今でも大好き。今回は、勝手ながら、日系ブラジル人の方の声は取り上げなかったのですが、全体を通して、見事にポジティブなコメントばかりでした。コメントを見ていると、世界一の親日国なのではと思ってしまうほどでしたが、いずれにしても、日系の方々がブラジルで築き上げてきた信頼が、おそらくは、日本という国への信頼に大きくつながっているんでしょうね。そして、それは、南米全体での日本のイメージにも言えるのかもしれません。それにしても、ここまで好感を持って迎えられている君が代だが、イベントでしか聞く機会はないのだが。しかし、オリンピック等の国際大会で、あの君が代の演奏は、日本人の心に何か温かいものを蘇らせる。2018年の平昌五輪や2020年の東京五輪も近づき、日本代表選手たちが活躍、より多くの君が代が聴けることを期待したいものだ。